はい、皆さんこんにちは、マンダリングルページです。では今回はパワープロ2020栄冠内脳筋縛りプレイ、続きをプレイしていきたいと思います。甲子園大会からですね、脳筋縛りって具体的に何なんだとこういうところですけども、投手は球速アップ、野手はパワーアップのみの練習でね、甲子園を優勝するというプレーになっています。では早速ね、甲子園に来ました。もちろん甲子園でもね、脳筋プレイ練習は筋トレのみというプレイですね。では今回の張り切りボーイですが、池くんにするか藤田にするか、まあ藤田かな。打率がね、藤田くん4番なんですけども、少しね下降気味、上がってこないっていうね、そういう状態です。先発は藤川、球速はマックスの175キロで、スタミナもね B まで上がってきています。でスターティングラインナップですね。1番小島くんパワー100、小西くんパワー100、笠原くんパワー100、そして今回の張り切りボーイ藤田くんはパワーヒッター持ち、もちろんパワー100、一塁久保くんパワー100、堀之内くんパワー100、池くんパワー100、まあそんなところですね。ただ片柳くんとね、須藤くんだけ入れ替えます。須藤くんはなんといってもバントを持っている唯一の選手なんで、どうしても1点欲しいっていう場面ではスクイーズ要因としてね、須藤くんを投入するという段取りです。では今回の相手チームの能力、戦力確認しましょう。総合戦力 B、 京都の嵐山工業高校ですね。 B クラスになってくるとね、そう簡単に勝てる相手ではないので、まずは先制点、そこから藤川が逃げ切る、そういう戦い方をしていきたいと思います。誰かが先制点、まあおそらくホームランですかね、打ってくれてますね。これは藤田も続いてもらえていいんですが、藤田が打率2割5分5厘と、4番バッターとしてはちょっと物足りないかなというところなんですよね。これで2アウト、ランナーありません。いや、それにしてもね、全然バンコク今投資、まあもちろん行けてないんですけど、そろそろバンコク行きたくて行きたくてもしょうがないんですよね。この感じだと、どうなんでしょうね。年内は厳しい。しかも、一部報道によると、ファイザーの、まあ、いわゆるコロナウイルスワクチンが、まあ、6月、来年の6月ですね。来年の6月に6000万個ぐらい、日本向けにも、まあ、供給してもらえるということになってるんで、まあ、6000万個といえばね、まあ、国民全員とは言わないまでも、必要とする人はほとんど行き渡るのかなとは思うんですね。もちろんその1回やれば、まあ、間に合うという前提ですけどね。まあ、これが何回かやらなきゃいけない、2回3回とワクチンを打たないと意味がないものですよとなった場合にはまた別だと思うんですけど、1回打てば大丈夫ですということであれば、まあ、少なくてもね、6000万個あれば、まあ、ほぼほぼ全員に行き渡るのかなと思うんですけどね。それにしても来年の6月へ、ということなんで、だいぶ時間がかかりそうな感じがしますね。さあ、これを抜けていく。タイムリーツーベース、勝ち越しです。なお、ワンアウトランナーが、3塁2塁と、こういう場面ですね。ここで、代打、須藤くんを使います。須藤くんは二塁手なんで、片柳くんもね、二塁手なんで、このまま、二塁に守ってもらえるというのもね、大きいところですね。さあ、一塁はアウト。まあ、足は全員遅いんでしょうがないですね。2点リードと変わっています。特に、魔物とかね、もちろん使ってないんですけど、守備が乱れてますね、相手は。ここはさらに点を取っておきたいな。小島くんもね、パワー100、天才肌なんですけど、ここまでホームランがね、1本も出てないんですよね。ピッチャーが2年の富樫くんという人に変わってるのかな。富樫くんのデータ見ますか。球速145キロ。3球種持ちですね。コントロールはいい。で、我々の小西くんは対変化球丸を持ってます。
なんで変化球をうまく捉えて、くれればっていうところかな。どうだ、その変化球を捉えてグランドスラム、満塁ホームラン。これで試合を決めたな。小西君はね、本当に打つときは本当に打ってくれるんですよ。対変化球丸っていうのが、すごく効いてくる場面で打ってくれるんですよね。さあ、これは小西君、今日2本目となるスリーラン。小西君、今日1人で7打点。すごい大当たりですね、今日の小西君は。はい、これで10対1、甲子園本戦1回戦突破になります。さあ、では2回戦目になります。相手高校総合戦力 C、 浜田大附属高校島根県代表です。いきなりね、3点をリードしてくれています。誰かがスリーランを打ってくれてるんですかね。ワンアウトで、ランナーがなし、3点リードなのでね。これも入っていく。今日張り切りボーイに設定している久保君、全員パワー100なので、どっからホームランが飛び出しても、もちろんおかしくないっていうね、そういう打線にはなってるんですけども、打率が上がってこない中で、この3割8分5厘打っている久保君っていうのはね、貴重な存在ですね。はい、7対1と2回戦突破しています。では相手高校ですね、3回戦目は総合戦力 B、 佐賀代表、これは上崎電工かな、ホームランが出るようなチームではなさそうですけど、得点力は高そうですね。上位打線中心に打点が多いです。で、今回の張り切るボーイは打率がね、高い久保君になっています。石沼君の投球フォーム結構特殊だね。最近あんまり見ないフォームですよね、このフォーム。これはどうだ、入るか、どうだ、もう一伸び、これはツーベースですね。久保君は信頼性高いよね。出塁率が本当に高いので、打率がね、どうしても低い傾向にあるこの高校に関して言うと、こういう打率の高い選手っていうのは貴重ですね。さあ、2点リードと変わって6回の表、ワンアウトランナーなしで久保君ですね。この相手投手のデータを確認していきましょう。もう少し点が欲しいですね。球速139キロ、コントロール、スタミナが C、 緩急丸がついて、カットボールとチェンジアップ、ツーシームを持ってます。これは遅い球が来ると思って引っ張り打ちでいきましょう。175キロのね、ストレートを投げてくる藤川や、170キロ超えのストレートを投げる山下くん、江藤くん、そういったチームメイトを持っているこの高校のね、各打者であれば、130キロ台のストレートなんて、止まって見えるんじゃないかっていうね、それくらいのボールだと思うので、ここはね、引っ張り打ちでいきましょう。2点というのはね、ちょっと心もとない部分もあるので、最低でも5点、6点と、取っておいてほしいかなとは思います。魔物は使ってないですが、エラーが出てますね。片柳君のところで1本欲しいかな。片柳君もね、打率がね、結構高いんですよね。さあ、ワンアウトランナー3塁1塁の場面で3番の笠原君ですね。追加点を取る絶好のチャンス。こういうところで追加点が取れてくると安心できるんですが、追加点が取れないとね、逆にピンチを招いたりするのでね、犠牲フライとはいえ1点取れたのは大きいかな。打率が上がってこないのはこの4番の藤田君なんですね。当然4番なんで、相手のね、バッテリーのマークも厳しくはなると思うんですが、それにしたって、打率2割3分6厘、ホームラン7本というのはね、少し寂しい数字かなというふうに思っています。そして久保君です。久保君はね、さっきの打席でも粘ってましたけど、ここでも粘ってくれてますが、ここはレフトフライに倒れて3アウト。はい、
9回の表4点リードとして6番堀之内くんを迎えています。2アウトランナーが2塁ですね。追加点を取って相手の息の根を止めておきたいところですが、これは抜けていく。マウンドにちょっと当たりましたかね。そして7番の池君、ここは1本出てほしいところですが、ボテボテの値、これは3アウトですね。では最終回ですね。9回の裏、ピッチャーは藤川から山下君にスイッチしてあります。まだ使っていない伝令を使って、まあ、できればね、完封リレーというふうにしていきたいところかなと思います。これは平凡なレフトフライかな、いやショートフライですね。これでワンアウト。完封リレーすればね、一気に弾みがつきますからね。まあ、確かにこの高校に関して言うと守備のチームだったので、まあ、上位打線打点は上がっているようでしたけど、長打が出るようなチームではなかったかなというふうに思うので、無難にね、170キロ台のストレートを持つ藤川、山下と3年生コンビの完封リレーになります。では準々決勝の相手ですね、岡山県鬼ヶ島実業高校、3番4番コンビがホームラン18本、打点もね40点ずつ上げているという強力な打線ですね。ただし総合戦力は C になっております。今回の張り切るボーイは3番の笠原くんです。岡山はね、僕は横浜で生まれたんですけど、母親の実家がね岡山県にあって、岡山にはよく行ってましたね。岡山県のですね、まあ、知ってる人いないと思うんですけど、真鍋島っていうねすごい小さい島、そこでね幼少期っていうか、もう本当に赤ん坊の頃育ったみたいで、写真はねそこで撮られた赤ちゃんの頃の写真ばっかりですね。さあ、2アウトランナーが3塁2塁というところですね。ここはどうしても点が欲しいかな。1点だけだと本当に心配なので、まあ、最低でも 4,5 点は欲しいというところで、これは落ちる。タイムリーヒット。2アウトから1点をもぎ取っています。そして藤川か。まあ、ここはね、まあ、しょうがないかな。4回なので、まだ代打を出すような場面ではない。いいですからね。山下くんもね、ストレート、速いボール持ってるリリーフなんですけど、まあ、長い回投げられるような投手ではないので、ここはね、藤川にもうちょっと投げてもらいたいので、そのまま打席に入ってもらっていました。そして打率が2割2分台に落ちている藤田くんか。ここは犠牲フライでいいので、1点取りましょう。3点前半で取れてればね、だいぶ変わってくるかなと思うんですけどね。よし、ここはね久保くんがタイムリットです。ここで藤田くんと久保くんを入れ替えるっていうのもありなんですけどね、まあ、個人的にはここまで4番でね、まあ良くも悪くもですけど、まあ、打ってきてくれていた藤田くんなんでね、甲子園で打順を下げるっていうのはね、彼のプライドモチベーションに関わってくると思うので、できればしたくないですかね。さあ、ピンチになります。ノーアウトランナーが3塁1塁5回の裏です。ここは点を与えたくないのでクリーンナップ相手ですけど、打ち取っていきましょう。犠牲フライすらも嫌なので、速いボールでね直球勝負でいきましょう。これは帰っては来れないぐらい浅いよね。よし、戻る。これで2アウトまで来ました。で、立山くんですね。打率は3割9分、ホームライン4本、打点15。ここはストレートで決めましたね。おお、守備が乱れた。まあ、しょうがないな。何度も言ってますけどね、守備は全く鍛えてないので、守備のミスは攻撃で取り返すと。ただピンチが続きますね。ノーアウトランナーが2塁、6回の裏です。下位打線ですけどね、ここは、まあ、点をね上げ与えないような、インコースを攻めていきましょう。
長崎くんがだ、これすごいな、ただ長崎くんホームラン20本打っていて、それで、まあ、代打要因になってますからね。で、清宮って天聖プロの清宮ではないですね。さあ、押し込んでいきましょう。抜けていく。ここは小宮くん肩がいいんでね、帰ってこれないんで。ここは抑えてほしいかな。これはショートが抑える。一塁へ送ってスリーアウト。7回の表。ノーアウトランナーが一塁ですね。まあ、送りバントでもいいんですけどね。ここは小西くん、打っていきましょう。1年生の前澤くんにピッチャーが変わってるな。ここは絶好のチャンスなんじゃないかな。これはどうだ、伸びがないかな。レフトフライ。ちょっと怪しい動きしましたけどね。風が6メートル吹いているというのもあるのかもしれません。さあ、苦しいところですが、ここは藤田くんが久々のヒット。これで信頼性の高い、久保くんに回ってきましたね。球はむちゃくちゃ遅いんで、これは間に合わない。引っ張り打ちでね、長打が期待できるかなというところなんですけどね。伝令を送りましょう。ノーアウトランナーがいる。ピンチが続きますね。僕はね、ピッチャー経験がないんで、わからないんですけど、ランナーがいるのといないのでは多分ね、疲労感が全然違うと思うんですよね。これは抜けていく。ノーアウト満塁のピンチ。ここは山下くんにスイッチするべきかな。どうしよう。山下くんにスイッチしましょう。ラッキーボーイを発動して、電流も使っちゃいます。内角中心でいきましょうか。これは、よし、ホームゲッツー、ホームゲッツーかというところで守備の乱れ。まあ、しょうがないですね。あそこでホームゲッツー取れてるのと取れてないのではね、全然違うと思うんですけど。さあ、これでワンアウト満塁。下位打線で、なんとかね、このまま、1点リードを守っていきたいところかな。三振が欲しいですよね。よし、サードが抑えて、ツーアウトまでこぎつけた。片柳が抑えてスリーアウト。なんとかね、1点を守ってますね。これはよし、アウト。さあ、相手、新島くんかな。あのピッチャー変わってますね。1年生がリリーフで出てきてるな、ずっと。これ最後の投手じゃないか、よく見ると。内角攻め。球速119キロ。コントロール、スタミナ F。これは、大量得点のチャンス。到来だぞ。ワンアウトランナー一塁で、バッターボックスには小西くんですね。打ち上げたか。さあ、3番の笠原くんです。ここは綺麗に打ちましたね。まあ、能力を考えたらね、この新島くんあたりだったらホームランがどかどか出てもおかしくない、そういう能力のピッチャーですからね。これはどうだ、抜けていく。タイムリーツーベースになる。藤田くん今日2本目のヒットですね。そして久保くんだ。ツーボールワンストライクから、これも抜けていく。横川くんが一直線で取りに行きましたね。さあ、ではここは3年生、170キロまで球速が上がってきている江藤くんにスイッチします。さあ、闘志あふれるピッチングを見せて、
2点リード、この2点を守るためにはまず先頭打者、これをね打ち取ってアウトカウントを取りたいところですね。立山くんは打率3割1分1厘、ホームラン4本、これを空振り三振に切って取る。まあ、3年生コンビはね信頼性本当に高いんですよね。コンビじゃない、トリプルスリーじゃないよね、3年生トリオ、藤川、山下、この江藤とね、全員170キロ台のストレートを持っているんで、こんな高校生、こんな高校ないですよね。まあ、ただね、ご覧のように守備はね、本当に、微妙なチームではあるんで、そこはね、ピッチャーがしっかり三振に抑えるというのと、ホームランを打って得点を取る、まあ、そういうチームです。はい、では準決勝ですね。茨城県の神栖高校かな、総合戦力 A、 ここを突破しない限り甲子園優勝はない、そういうところですね。今回の張り切りボーイは7番の池君ですね。打率は2割9分3厘、ホームラン6本、ここはチャンスでしたがサードへのイージーなポップフライです。1対1と点を取り合って2アウトランナーなし、ね、2塁、ここで堀之内君、これは入るか、ただ塩野君のまずいスリーに助けられて勝ち越し。そして池君ですね、まだいいやつは使わずにいきましょう。これはちょっといい当たりすぎましたかね。6回の表、1点リードの場面ですがピンチになっています。ワンアウトランナー3塁1塁で6番住友くんというところですね。ここは三振が惜しい場面かな、ただここはフォアボール、下位打線に入っていっています。これはどうだ、持ってかれたがグランドスラムだ、持ってかれた、逆転満塁ホームラン。なんだろう今の球種は、下位打線だと言って甘く見たわけではないと思うんですけどね。ホームラン0本だったしね。これは犠牲フライで1点追加点ですね。6対2、4点とリードが広がっています。まあ、完全なる伏兵に、しかも満塁アーチを食らってしまったという場面でしたね。はい、8回の裏ですね。打ち気で魔物が発動する可能性のあった栗原くん投入してるんですけども、ラッキーボーイでした。魔物に頼らずにここをね逆転してみせろっていうね、そういうことですかね。まあ、送りバントに近い形になって、ワンアウトランナーが2塁、8回の裏でもう残りの攻撃が少ないので、ここでね2点3点と返しておきたいところですね。ツーアウト、ランナーが3塁に進んで小西君になります。他代打でどうだろうな、内気な松枝君も可能性としてはあるね。内川は1年生なのでないと思うんですけど、松枝くんだったら、2年生、内木、うまくすれば、魔物を発動してくれる可能性があると思うので、9回に投入しましょう。お、落としてくれている。魔物は使ってませんけどね。こういうところは大事にしたいなぁ。これはボトボトの当たり。さあ9回のね、攻撃に全てをかけましょう。そのためにはこの回は0点でいきたい。で4番の小松君、小松君はちょっと怖いバッターですよね。追い込んでから
これは一塁へ送ってスリーアウト。ではこの回藤田君からの場面ですが、藤田申し訳ない、松枝に代わってくれ。そして松枝が魔物を発動するかどうか。ラッキーボーイか。まあしょうがないね。さあここは松枝君出てほしい。ボテボテの当たりだな。ワンアウト。久保君ここはねまず出ましょう。強心臓か、使っても意味ないけど得意がないように。スリーボールからフォアボール。そして堀之内ですね。ゲッツーが怖いかな。ゲッツーはない。あーゲッツーになるなよ。うーんドキッとしちゃいますね今みたいなプレーは。あーこれも一塁はアウト。ベスト4止まりか。まあ伏兵に対しての満塁ホームラン、あれが全てだった形ですね。結果でいいね。まあ脳筋プレーでの全国制覇は今回ならずというところですね。まあ反省点はもう本当に伏兵ホームラン0本だった彼に逆転満塁ホームランを浴びたと、あそこに尽きるかなと思います。では今回はねここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしてなんとか全国制覇というものを成し遂げていきたいというふうに思っています。